肝臓の疲労を取るツボを2つご紹介いたします。こんにちは、原町接骨院久松です。今回はツボを活用しよう、肝臓の疲労を取るツボ2選ということでお話しいたします。肝臓ね、体の調子を整えるのに非常に大事な臓器ではあります。そして私もね、肝臓の疲労というのは自律神経の生態の中ですごく重要視してきました。その肝臓、以前ね、肝臓のセルフケアをご紹介したんですけども、今回ね別のアプローチとしてツボをね使う方法をご紹介いたします。そしてこの動画をご覧になることにより、あなたは肝臓疲労を取るためにツボをし使うようになりますよ。ではお話しいたします。肝臓の働きなんですけど、一般的にねお酒を飲んでねアルコールを解毒するっていうイメージが強いんですけど、まあそれだけじゃないんですね。いくつもあるんです。肝臓って体の化学工場のような役割してます。まず一つ目は解毒作用、お酒を飲んだ時のアルコールとか、あとは食べ物から取り入れた化学物質、あとは皮膚から入った化学物質、それらを解毒する働きがあります。そして二つ目は胆汁生成、消化吸収を円滑にするために胆汁というのを作るんですけども、それが非常に、消化吸収でいい働きするんですけど、その胆汁を作る働き。そして血液貯蔵、肝臓っていうのは血液をすごく貯めます。そして血液を貯めて目とか体が疲れた時にそちらに血液を送り込もうとする働きがあるんです。そしてエネルギー貯蔵、肝臓エネルギーを貯めている働きもあるんです。などね、いろんな働きがあります。そしてこの肝臓が疲労すると体内が老廃物や毒素だらけになってしまうんです。老廃物とか毒素が、ね、体の中に溜まったらどうなるか、結果として体調不良を招きます。ですからね、肝臓疲れを取らないといけない。肝臓疲れ取るにはね、肝臓ねセルフ生態もあるんですけども、ツボも有効になります。ツボ押し2つお教えします。手と足1個ずつお教えします。1つ目は肝血というツボ、2つ目が対処というツボになります。まず肝血です。肝血は薬指にあります。薬指の第一関節、第二関節、第二関節の手のひら側にあります。ここを親指でギューッとします。これを5秒から10秒します。肝臓が疲れてると痛いです。終わったら反対側です。反対も同じように薬指、手のひら側の第二関節、ここを押します。5秒から10秒、3回から5回押してみましょう。疲れてると両方とも痛いですからね。そして2つ目の肝臓に効くツボは対処というツボになります。対処のツボどこにあるかというと、足の甲にあります。足の親指と人差し指の間をずっと上に上がってき止まる部分、この部分が対処になります。ここを親指でギューッと押していきます。ここもね、肝臓疲れてると痛いです。ここを5秒から10秒、3回から5回やります。終わったら反対も同じように、人差し指、足の親指と人差し指の間、上にたぐって止まる分、そこを親指重ねてギューッと5秒から10秒、3回から5回押します。このツボをね、1日何回でも押してみてください。それをやることにより肝臓の疲れ取れていきます。肝臓のセルフ生態と併用してやっていただけると、より肝臓疲れ取りやすくなります。ぜひぜひ肝臓疲れ取るように活用してみてください。ということで、今回の話もう一度復習すると、肝臓って解毒作用とか胆汁生成、血液貯蔵、エネルギー貯蔵などね、体の化学工場としての役目をしております。ところが肝臓が疲労すると体内が老廃物や毒素だらけになります。そうなると体調不良を招きます。その対策としてツボ押しが有効です。一つ目は肝血というツボ、薬指の手のひら側、第二関節の真ん中にあります。ここを親指で5秒から10秒、左右3回から5回押します。二つ目が対処というツボになります。
対象は足の親指と人差し指の間、ずーっと上に手繰って止まる部分、ここが対象になります。ここを親指でギューッと押します。これを5秒から10秒、左右3回から5回やってみましょう。この2つのツボを押すこと、あとはね、肝臓セルフ整体なども行ってね、肝臓の疲れをとっていい状態で動いていけるように頑張ってみてください。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そうしてライブ配信のお知らせです。私、毎週木曜日21時からインスタグラムでインスタライブ、毎週日曜日22時30分ぐらいからご覧のチャンネルで YouTube ライブ、週に2回ライブ配信やっております。内容は1週間の配信した動画のダイジェストと、あなたからのご質問にその場でお答えしていきます。そしてライブ配信の最後では、あなたが夜ぐっすり眠れるように遠隔整体までやっております。よろしければライブ配信もご参加ください。そしてこれをご覧のあなたが自律神経の症状、その他の症状でお悩みで、病院に行っても回復しない、治療院に行っても整骨院に行ってもどうにもならない、でも諦めたくないということでしたら、私があなたのお役に立ちます。私の自律神経の整体で、あなたの体の疲れ、内臓の疲れ、脳の疲れを回復させて調子が良くなっていくお手伝いをさせていただきます。またあなたのご自宅が遠方である場合は、自宅でできる遠隔整体1対1もやっております。下の概要欄に LINE のリンク貼っておりますので、そこから LINE 登録して私に直接ご連絡ください。そして私、今後も自律神経やお体に関する情報をどんどん配信していきます。ご興味ございましたら、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで、今回も動画を最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。